では速く走るための膝の高さっていうことについて考えてみたいと思うんですけどもひ膝をよく高く上げろ上げろということは聞くかもしれないんですけどもそれはなぜかっていうと走りを決めるストライド膝の高さが低いとここまでしか進まないところを膝を上げて進もうとすると一歩一歩のストライドが広がるというまずメリット1。 低い位置から地面を押した時のエネルギーよりも高いところから踏み込んだ時の方が受け取るエネルギーが大きいので進む力も速くなるという2つのメリットがあります、まあ、多くの選手たちの動きを見ているとだいたい45度ぐらいで走っていることが多いのでこれを膝こそ1個だけでも上げると 少しずつストライドが広がっていきますただし変に広げようとしてかかとからついてしまうとブレーキがかかるので気をつけなければいけないことと上げすぎると後傾してしまってこの足に乗れなくなるので上げすぎず低すぎず、まあ、スプリンターたちは約90度ぐらいのところまで上げてでさらにこの足に乗って 足の前方設置で角度を変えずに走り抜けていきますそれが理想的な膝の高さです